さあやっていきましょう。月に2回ほどやる模試キヨシリーズ。もしも清宮がハムで4番でスタメンコデだったら、清宮3年目ですけどもね、3年目の清宮がスタメンコデだったらシリーズのパート62ですね。パート62やっていきましょう。今回は9月前半号ということになりますね。2週間ぶりかな、3週間ぶりかな、3週間ぶりになりますね。まあまあまあ、ちょっとあれかもしれない。今気づいた、扇風機の音がうるさいかもしれないな。もうここまで行っちゃったら戻れないんでね。えい、 OK、 よいしょ。ここよ、ここのところの動画をカットした方がいいな。カットしたらいいが、カットする時間的な余裕がない。あー、勇気絶不調だな。絶不調の勇気流させるぐらいだったら、堀田をここであえての先発。シューミンチェにはちょっと厳しいかな。おー、堀田やりますね。やっぱ調子は大事かもしれない、こんなピッチャーでも。136キロしか出ないし、制球しかないけど大事かもしれんね。さあ、松坂だな。よし。よし、厳しいな。厳しい戦いをしてるな。2位ダイエーが 1.0 ゲームで追いかけてきている。現実のプロ野球の方は、最近あまり追ってないな。うん。トンネルズの石橋貴明さんのタカチャンネルとか見てた方が、うん、むしろ野球の話題してるわっていうぐらいな。うちとか、まあね、夜とかはさ、そんなに自由にチャンネル権があるわけじゃないからさ、ハム戦ばかり見れるわけじゃないんだよ。だいたいタイガース戦か、うちの父親がカープファンで、母親が阪神ファンなんで、まあ、セリーグの試合やってたら、カープか阪神かにチャンネル合わせるよね。ハム戦はもう完全に、日ハム戦は、もう、わがままだから。日ハム戦というわがままを、画を通すわけにはいかないんだよ、リビングで。見たいけどさ。見たいけど、だから、だったら試合結果ぐらいちゃんと見ろよっていうところなんでしょうけどね。なかなかもう最近夜とかももうヘトヘトで。全然もう、おっと今一人捕まえてきましたよ。どなたを捕まえましたか。あ、今9月入りましたね。喋ってる間に9月に入っちゃった。9月2週の後半までやります。誰捕まえ、土井勝彦。これ悪くなさそうだね。ちょっと土井勝彦を一瞬調べます。一瞬調べさせて。あ、一瞬調べた間ちょっと一瞬動画止めます。はい、お待たせしました。土井勝彦ですけども、なんとも言えないね。成長タイプが普通早めで、でコーダーが素の状態が C で、長打も素の状態で C だから、打撃能力的にはまあ CC という感じで、稲葉よりは上みたいな感じなんですけど、まあ、そこから成長しないみたいな。あ、長打はちょっと伸びていくけど、どうだろうなみたいな選手でした。ちょっとあれかな。ちょっとあれかなって感じ。取るべきほどの選手ではないかなっていう。やば。どっかでこの体勢を変えないと、マックスウルツキと、ハチマツキだけウルツキになってしまう。ハチマツキ以外を売る月と、ハチマツキを売る月に分かれてしまう。なんか、まあ、特にすることはないね。グラウンドの方ちょっと見ていきましょうか。まあ、8月は、選手の調子を整えて、で、バッキバキこう、優勝への街道をね、登っていくつもりだったんですけど。どうなんだ、平下、成長してんのか。打力で言えばさっきのやつ、土井勝彦は、まあ、平下並みの打力はありますわね。24で入ってきて。ただ、
飛出した波の打力はあるけど、そっからそんなに守備も成長しないっていうタイプのバッター、ちょっと難しいよね。こうだかな。そろそろこうだかな。そろそろこうだかな。坪井はね、坪井はね、ここで相手のコード上げてみますか。S まで上げておきたいところあるね。オバンドもまあ、もう、オバンドはまあ、そこほど長打。この稲葉がなかなか、稲葉より上って言いましたけど、稲葉の上でした。普通に稲葉の上だ。稲葉、長打 B だから。まあ、調子にしてた人たちを全員一応ね、選手たちを、調子にしてた人たちを上げていきましょう。金子とかいい選手なんだけどなぁ。こうだ、B。いい選手なんだけどなぁ。あ、いいじゃん。成績もいいじゃん。全然成績も良かったでした。どうするのがいいかなぁ。こうだをもうちょっと上げてみますか。あえてね。清宮は？清宮と金子のホームランがあんまり変わらない。うむ。長打かな。まあ、長打かな。長打トレーニングは体力も上がるんでね。だったら体力でいいんじゃないっていう気もしますけど。まあ。田中健介はこうだかな。長打かな。こうだかな。長打かな。長打かな。こうだかな。ちょっと長打上げてみますか。いや。まあ、こうだかな。いつか守備練とかした時に、肩がもう S になってるとちょっと良くないんで、もったいないんで、そこはもうこういう感じで。逆に東手はどうだろうか。守備が悪すぎないか。まあ、でもこうだかな。足もあるし、こうだかな。野口はちょっともう、あんまり成長しない域まで来てるけど、峠を越した感は否めないけどね。まあ、相川がね、一人前になるまではちょっと、野口の方に頑張ってもらいたい。で、こっからは、もう岩本と、関根をバシバシ投げさせて、他の選手で補っていくという感じにしましょうか。その、岩本と関根が、もうその指示粉塵の活躍をして、うっと石本が2週間、まあ、石本の怪我は大したうちのマイナスではない。なんなら石本が怪我したところで東出がいるから、むしろマイナスにはならない。ここも厳しいっすね。まあ第一戦豊田のところか。まあ豊田はね、フォーク、まあ負けんでしょう。大塚が炎上している。しかも、こりゃひでえ。面で。大塚、至急ホームラン。これ今、金子のホームラン数が、あれ？まだ清宮の上か。清宮超えたかと思った。ここ一人投げさせたいね、誰か。矢野かな？矢野勝てそうな感じがしないよね。勇気を。よし。で、岩本を投げさせましょう。いやー、ここ負けるか。いや、まあ、ゼロ更新だから。まあ、負けたというほどの負けではないけど、勝ちたかったねー、今のは勝ちたかったねー。おぉ、1億3240万円。今、観客数がマックスだったんで、近鉄戦で観客数が、飯山剛。いかにもあれだな。いかにも、オリジナル選手、架空選手みたいな顔してたね。あともう2週分。土井勝彦は取らないよ。
ちょっとあれしましょうか。ちょっとチケット代を上げましょう。これでもう負けられんぞ。負けられんし、関根かな。よし、関根はほんとすごいな。23勝5敗ほんとにすごいな。で、岩本ナイス。そう、ここは別に負けてもいい。うい、負けちゃいかん。負けてもいいと言いながら負けちゃいかん。岩本がな、もうちょっとピリッとしてくれんもんかな。岩本が勝てないと、岩本が勝てないとうちのチームは上がっていけないよ。新庄44本132打点。でも最多勝山村か。すげえ勝ち方してんな。取られた。大悟は取られた。癖が強いんじゃ。大悟は取られた。45試合。天然芝45試合。ここも進めていきましょうか。普通に進めていきましょうか。さあ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 、もう負けられないよ。どっちを先に投げさせるかな。関根かな。タウンゼント。やっぱチケット代上げたら、観客数が、ちょっと微妙ですね。2万人入るとか1万3000人って言われると、ちょっと上げたの失敗したかなって思っちゃうね。伊藤敦則、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。ガンちゃんが本当にピリッとしねえな。8勝14敗ぞ。ガンチャソが、うちのエースなんだが、うちのエースの毎度のガンちゃんが、毎度のことが負けている。ここのところ投げさせた3周全部負けてないか。いや、まあ、負けはついてないって感じか。負けはついてないけど負けてるってのもあるよね。てってて石本が帰ってきました。帰ったばっかりはね、調整になってるんでね。また、石本トレーニング。立山に何か嫌な噂が立っておりますね。うるせえ。しっかり働いてから言え。しかし、立山、メールをよこしてこない。これはオフに不満爆発の可能性が出てきましたね。今一瞬何をしようと思ったんだっけかな？何をしようと、そうか。お金が高いんだなっていうことと、人事で、スタッフ交代で栗山がいないかどうか確認しておきましょう。監督栗山を引きたい。大沢親分だけども。まあ、いるかどうかだけね。いるかどうかだけ。いたとしても、まあ1年はちょっと変えられないかなと思うけど。このラインナップ微妙だね。うん。扇マジックの扇とかは、扇明監督。扇マジックの扇。頑張ろう神戸の時の監督ですね。オリックス対ヤクルトとかの時に、まあ活躍した監督ですけどね、日本シリーズで。イチローいたところのオリックスをこう、上昇軍団にした名監督ですけども。まあ監督としてね、起用すると、まあいいんだけど、ハムに縁もゆかりもあんまないから。日ハムにゆかりないんで、まあ、使えないよね。監督としては招聘できないよね。で、石本の練習を、何がいいかな、石本。総力かな。総力かな。まあいい選手だよね。こうしてみると、まあまあいい選手だよね。まあでも総力かな。コーダでもいいな。代打としてはまあまあ使えなくもない。まあ総力かな。
まあ、守備固めとしても使いたいってところはあるしね。ねえ、石本ね。守備鍛えたいんだけど、コーチがね、ちょっとあんまり守備得意じゃないんでね。坪井って選球眼 S でしたっけ ?S でしたっけ。さあ、運命の2周目後半ですね。なんとか 1.5 ゲームの差を保ったまま、シーズンってか、まあ、この週を終えたい。最終戦、ホークスとの一戦なんでね、最終戦、この週の、この3カードの最終戦が、ホークスと一戦なんで、そこはもう、絶対に負けられない。絶対に負けられない。マリーンズか。マリーンズ、微妙だな。誰投げさすのがいいかな。ここで清水を投げさす。よし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 。よし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 。体力のあるうちに、スタメンを見ますか。スタメンを見ましょう。マリーンズは左、右、左、これじゃ右だっけ？両打ち、右、右、左。いや、右。坂井忠治、どっちだったかな。右なような気がするな。右バッター多いな。わざわざ左をぶつける必要はそんなになさそうだけど。いや、清水すっごい勝ってる。すごい勝ってる。ガンちゃんかな？ここは。勝ってもらいましょう、ガンちゃんに。ベシッと。何がいかんのじゃ、何が、ガンちゃんの何がいかんのじゃ。2回3分の1、被安打6、自責5、2本塁打。ガンちゃん。2回、おかしいよ。おかしいよ、ガンちゃん。それはおかしいよ。投内野安打とか。これあれじゃん。何があったの？ガンちゃんがちょっと本当に足引っ張ってんな、うちのチームの勢いをね。ここも本当に負けられない。本当に負けられない。ここは本当に負けられない。まあ、変えるとしたら石本とかをここに入れてもいいかなって思ったりするけどね。勝つために、石本をここに置く。どうだろうか。ピッチャー左なら変えよう。ラジオって右な気がするな。どうかな。いや、まあ、このまま行こうか。試合を見ます。今回のパート62の見どころ。ホークスとの、第何試合かわかんないけど。もうそろそろ、ホークスとはね、1.5 ゲーム差まで迫られているのでね。ここで勝つと負けるじゃ、運命の差です。もう負けたら、多分このまま逆転優勝を見えてしまいますね。勝てばかなり優位。清宮、金子誠セカンド、サード小笠原。ショート田中健介、レフト稲葉、センター新庄、ライト坪井のね、不動のスタメンで戦い抜きましょう。やっぱね、強いチームっていうのはね、スタメンを動かさないから。そういうとこありますね。と言いながらね、なんかバレンタイン時代のロッテとかめちゃめちゃ、確か組み合わせがすごい、もうゴロゴロ動かして勝ったっていうシーズンあったね。つなぎの4番サブローとかやってるところだと思う。ここ、つぼいが、塁に出ます。1番、つぼいが、塁に出て、2番。結構、いい方してるな。結構、いい方してるな、城島。あ、今のちょっと怪しくない？落ちてない？落ちてないかな？アジオ、やっぱ右だね。ラジオから左になった瞬間に石本で。
石本で。いや、あかんねえ。あかんねえ、これは。いや、もう普通にヒット一本でいいよ、ここは。大きいのを望まないよ。清宮、2割4分。19本、61打点。4番としては、もう、なんだろうな、新庄とかが、44本とかホームラン打ってる、100打点軽く超えてる、そういう世界で、まあ、61打点っていうのは全然4番としては物足りないけど、まあでも、ようやっとるよね。3年目にしてはようやっとる。ここ打ってほしいね。こういうところよ。こういう消極性。こういう消極性がよくね、清宮な。おめえが決めろ、4番なんだから。決めてくれ。まあ、純粋に野球つくを楽しんでるな。なんか雑談する気も起こらない。純粋にもう野球つくのなんか世界に浸かりたくてさ。ちょっと、バントだけどさ、バントは間違ってないけどさ。田中健介、ここ大事だよ。ここ大事だよ。田中健介もな、2割1分3厘って打率を叩き出すような選手じゃないんだよな、ステータス的にな。2割5分ぐらいは言ってもいいと思うんだけどな。この田中健介が2割5分ぐらい打てたら、うちのチームもうぐるぐる回るからな。落ちる。惜しいな、外野のライナーが全部惜しいな。大越。8番大越。井口がまだ若いからか、9番バッター打ってますね。9番打ってますね。9番打つようなバッターじゃないけどね、井口って。もうなんか、強打のセカンドみたいな感じで。さあ、清宮だ。ここはチャンス。チャンスの清宮、なんとここでフライを打ち上げてしまう。ツーアウト、二塁という、絶好のチャンスに、安易なライトフライ。これはいただけません。西がセンター前。松中ちょっとなんか予感はあったな。打ちそうな気がした、ちょっと。さあ、どうする？おバンドにダイソー出すか？ちょっと今、コントローラーが変ですね。コントローラー変ですね。ちょっと一旦、コントローラー直った。おバンドにダイソー出しますか。ダイソー東で。まだ代打出す可能性があるからね。ダイソー東で。即盗塁。ここで1点返しておくっていうのは非常に大事。で、稲葉の一振りにかける。2割3分2厘。これはヒットですね。いいですよ。さあ、ここで稲葉にダイソー石本を送る。うちのチームが誇る快速の二人を、ここで使っていく。下位につながるこの打順の中で、下位もまだ若い4回裏というこの浅い下位で、すでにダイソー2枚を切って、2点をもぎり取りに行く。落ちますかね、落ちた、よし、素晴らしい。金子よ。隠れた4番。マック。サンキューマック。最近課長金子誠なんだよな。このバントはどうだろうな。いや、バントかな。
まあバントしかないよね。いいんじゃないですか、このバントは。ナイスメイデン。ナイスメイデンって、ナイメイってさ、書き込まれるけどさ、よくさ。言うほど愛工大メイデンの、いつの時代の話なんだろうな。愛工大メイデンがこう、バントの鬼みたいな。おー、こういう野球よ。汚くというか、まあ、綺麗な形でなくともね、一手取っていきましょう。今日ちょっとコントローラーの調子が悪いですね。勝手に動く。盗塁にしたいんだけどな。ここルーレットみたいになってるな。そろそろこのコントローラーも寿命かもしれん。ドリキャスのコントローラーって結構壊れやすいんですよ。特にあの、まあ、トリガーの部分と、コントローラーのアナログスティックの部分、ここが壊れやすいんですよね。ドリキャスのコントローラー。だから、壊れたらもう替えが効かないみたいな状態は結構ある。一つ新しく買ったのがあるから。まあ、まあまあ。新しく買ったっていうか、メモリーカードを買ったら、なんか間違えてコントローラーが送られてきて、コントローラーの返品はいいので、メモリーカードもそのまま送りますっていう感じの、神対応してくれた、あの楽天かなんかのショップがあって、そのおかげでコントローラーを手に入れたっていうのがあるんですけどね。そのおかげでね。怪しいんだよな、なんかこの試合外野フライがさ、落ちてんじゃねえのっていうのが、多いな。さあ、大事なところです。大事な、新庄の打席。できればホームラン、できれば打点を稼いでほしいところではありますが、まあ、選球眼そんなに良くないんでね、新庄はね。ちょっと関根がね、まあまだいけるか、5回6回ぐらいまではいけるか。そっからだね、そっからの系統が。さあ、清宮は、ダイソーの東出が、ダイソーの東出がそのまま DH に入ったままですが、そのままヒット打ちましたね。これは非常に大切なヒットですよ。そして東出が走ることができたということは、石本のバントチャンスができるということですね。左打席の石本、バントを三塁線に転がせば、二塁も東でも足が速いこともあって、ワンアウト一三塁の状況ができる可能性非常に高いです。まあ、たとえできなかったとしても、このバント作戦は、フォアボールという形での出塁も、おっと、ここ迷うな。石本自体はそんなにバントは上手いバッターではないので、このまま出せましょう。いや、でも待て、選球眼が悪いぞ。おう、よし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 。石本は選球眼が悪いんです。さあ、うちの会長、選手会長、金子誠が打席に入っております。まあ、金子といえばね、普段は打つ気のないバッティングだけれども、ここぞというところで、一本打つっていうのがね、普段は全然打つ気ないけど、もう試合を決めるかねないこういう場面、非常に強かった。現役時代強かったという印象があります。打ってくれるんじゃないでしょうか。金子誠の、この打席に注目だ。清宮の打席だけ見せたらいいかもしれんけどな。この動画企画としてね。金子誠の打席がとか、そのいらないかもしれないけど。野口、どうだ、野口代打出すか、フロスト出すか。ラストは左コーダだから、まあ出しても打たんか。左バッターのところの切り札的に出そう。
いや、期待しない。期待できないな、この先はな。正直期待してない。正直。フォアボール。フォアボールがいいな。でもフォアボール。よし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 。で、田中健介。なんでやねん。あー。関根には6回までは投げてほしいね。6回まで投げてほしいってか、もう6回投げてくれたらもう、あとは後ろが。あとは後ろがなんとかする。ねえ、まあまあ。まあまあ、打たれるのは仕方ねえと思ってる。ここはちょっと難しいな。前の前の打席でホームラン打たれてる。ここ総力戦なんでね。ちょっと、まあ、正田を投げさせようかなとも思ったけど、まあ、まだ責任体力あるし、調子もいいし、まあ、フォークとチェンジアップのピッチャーなんで、三振も取れる可能性あるかな。固唾を飲んで見守ってる。あー、カーブ。ツーストライク、スリーボール。ツーアウト。ランナーは自動で、よし、素晴らしい。素晴らしいね。さあ、つぼいです。出塁率の高いつぼい。こういう場面はうってつけでしょう。あ、出られない。で、小笠原が塁に出たので、吉田修司に変わってるか。左の吉田修司なんで、チャンスがあれば、下位打線にで、フロストを起用してもいいかもしれない。パン。新庄の打席。ああ。この敵のエラーはな、続け込みたいけどね。清宮秀。出すなら清宮に代打だな。清宮代打フロストを出して、で、フロストがサード戦だから、サードフロストと小笠原の守備位置を変えるっていうのがベストな作戦でしょうね。まあ、そのベストを封じた上で勝つ。まあ、まあ、7回まで引っ張ります。厳しいかな。いや、いける。7回引っ張ったのはいい作戦だった。よし、完璧。ここはいい。ここは結果的によし。石本そのまま。石本そのまま。石本は結構いいね、石本は。普通に稲葉より石本使った方が勝てるんじゃないか？いや、どうだろうな。ランナー足止まってますね。で、ここで稲葉か？野口か。まあ、野口なら期待できないかな。ね。ちょっと待て！あー、変えようと思ったんだけどな。追いつかれて変えるの嫌なんだよな。8回投げてくれ。投げ切ってくれ。魂のピッチング。関根ひろゆき、魂のピッチングを見せてくれ。はぁ、負けるぞ。ここ原田。原田で、なんとか松中をしのぐ。しのげとらん。この系統は完全に失敗。鳥越えでミラバルかな。いや、立山かな。なんとかゼロで教えて、抑えてもらえないだろうか。
よっしゃーい、まだあるぞ、まだ逆転あるぞ。田中、おお、倉野慎治、この倉野慎治も非常に、おお、でもね、防御率が悪いですね。まあここ見てもらったら分かる通り、あの球種が多いんでね。あー、失敗か。ワンアウトを一つ献上しただけになったな。坪井なんとか塁に出てワンアウト二塁の形を作りたい。手に汗握ってるね。この試合本当に負けられないから。いやー、関根を引っ張ったのが全てだかな。ウィルソンのところですぐ代打ウィルソン出されたところですぐピッチャー変えるべきだった。てかまあ8回の頭から変えるつもりだったんだけど、あー、それが やってしまいましたな。完璧なヒット、ここ大事だな。ここ大事っていうか、ここはこのワンアウト二塁での小笠原新庄っていうこの打順はうちの、まあ、一番得点の期待できる打順だから、ここで一点は、うわー、うそー、うそだ、新庄指示は送らないよ。長打狙えとか転がせとかそんな指示は送れないよ。ただ打ってくれと祈るだけよ。やったー、新庄ですわ。さあ熱い展開が、熱い展開が、熱い舞台がここに用意された。8回裏ツーアウトランナー三塁、ここまで4打席凡退している清宮にこの試合を決める決定的なシーンが訪れましたね。ここで1本打てば戦犯とは言われない、むしろヒーローを立ち台に呼ばれるんじゃないでしょうか。しかしカウントはワンストライクスリーボール、ちょっと打ち気かどうか微妙なところですね。でも決めてほしいね、安易なフォアボールではいらない。ちょっとね、今のは気負いが出たね。外のカーブ、なぜ走らす。清宮にダイソーを送るっていう選択肢はなくはなくないね、ないね。東でバントでいいんじゃない、バントじゃねえよ、東でバントでいいんじゃないか、東でバントでいいんじゃないか、バントバント。国母が今セカンドしとったか、国母がセカンドしてなかったか。まあ、うちの選手の中で立山はまあ悪くないピッチャーだよね。この能力だからね。小笠原を、いや、変えられないかな。まだ変えられないよね。立山になんとかゼロで抑えてもらう。うちのバッターの中、うちのね、リリーフの中で一番、まあ、能力的には高いんでね。さあ、石本です。石本はね、まあ、ヒットもボールも変わらないんでね。ヒットもフォアボールも変わらない。どっちもツーベースなんでね。勝った！この試合勝ちました！やったね！勝ちを確信しました。フォアボール、石本にフォアボールを与えた瞬間勝ちが確定した。ノーアウト二塁、そしてこのちょっな、どうかな、どうかな。金子誠はもう決めてもらっていいと思う。あんたは別にね、金子誠、あんたはね、もうそのつなぐっていうそういう意識ね、決めるっていう意識で十分だよ。ここは何もつながなくてもいい。打て、おお、入れてきますね。打て打て、決めろ、よし、これよこれよ、ふぅ、
やったマジックも点灯しました。やりました。金子誠は決めると思ったんよね。清宮はひどかったけどな、この試合。清宮氏、マジック点灯。これをサムネにしましょうか、今回のね。わーわー。うちの球団にマジック8がついたわ。2.5 ゲーム差かな、ホークスとね。マジックついたら、あとは全部勝つだけで優勝できるんでね。まあ、でも、関根がよう投げ切ったな。買いどころさえ、俺が買いどころさえ、アザラシや買いどころさえ間違いなければ、7回2失点で勝ち投手だったな。これが本当に余計だったな。代打ウィルソン出されたところで、すぐピッチャー変えればよかったんだ。ただまあ、その後松中に原田が打たれたけど、立山のこの併殺打、これが効きましたね。そして最終回。やっぱ石本を、最終回の9回裏、石本をフォアボール出してしまったっていうのが全てだね。そっからのフォアボール、中前だと。まあ、まあ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 。まあね、うちのバッターの中で金子誠はかなりいい方のステータスをしてるんでね、実はね。まあ、3割打ってるポテンシャルを秘めてる。それぐらいのね、評価をしている。いや、勝ちですね。完璧な勝ち。いい試合だったな。気持ちよく勝ったな。はしゃいじゃったよ。あ、なんか山村が最多勝を言って走ってるのかなと思ったら、そんなことなかった。山村は最優秀防御率を走ってるんだった。最多勝は、もう絶対関根じゃん。23勝って。23勝おかしいよ。かわいい、かわいい友文。これはあれだね。ドラフトでうちにかかるかっていう選手だったね。いらねえなって言って捨てたんだった。カスじゃんみたいな。ただ、うちは一体誰を指名すれば。うちは一体誰をドラフトで指名すればいいんでしょう。ちょっともう一回ドラフト見てみますか。ドラフト候補の新人を。でも多分ね、11人になってるんですけど、逆指名がもうされたところは、抜けるわけじゃないのか。ね、交渉できないよね。交渉できませんね。うちはもう、この小宮か青木しか。ないですね。でも、ファーストなんで、青木は。そういう意味で取れない。清宮をファーストで固定し続けるってこと考えたら、取ったとしてもね、青木をね。となると、小宮ぐらいになるけど、小宮、まあ。今のところ、こうだけど、まあ、任せます。好きに契約してきて。今年はね、お金を残して F に、F にじゃねえや。お金を残してオフに突入するつもりなんで、FA 戦線にも切り込んでいこうと思っております。さあ。じゃあ、まあ、ここまでだな。よく喋ったな。喋りすぎぐらい、ずっと一人で喋ってた。焼きつく面白いな、やっぱりな。現実の辛さを忘れさせてくれる。毎日薬局実習が辛くて。焼きつくの世界に逃げてる。ってな感じで、はい。9月の、前半号でした。またね、9月の後半、2週間後になったらね。まあ、その時には、このマジックがどうなってるかな。消化できてるといいなっていう感じの回になると思います。長い動画でしたけどね、ここまで見てくれてありがとうございます。45分ぐらいになりそうだね。長いな。本当に長いな。試合ゆっくり見すぎました。本当にお時間に余裕のある方だけ見てくれれば。試合自体は非常に熱い試合だったんでね。はい。という感じです。今日はここまで。ほなまた。